アジフライスタジアムの夜、今年成人するイカとタコの成人式が行われました。あ、取材？何取材って、おいし、今年成人だよ。どうもどうも、今年成人するヒレオだよ。今日はスーツをバッチし着て成人式に出席していこうかなと。すごい楽しみなんだよね。いやちょっと緊張するけど楽しみだな。これで僕も大人になるんだ。大人の階段登ろう。今は下ってるけどね。いた！びっくりした。誰？何？やめてよ。びっくりしたよ。なんか当たったよね。肩ぶつけてきたよね。もういいや、気にしないけど。いや。なんでこっち見てんだ、ずっとあの人は。変な人だな。市長！市長が長々と話をしている。成人おめでとうだって、僕も今年から成人、あれ！なんかさっき肩をぶつけてきたタコ来たんだけど。ひどい。荒らしてる成人式を。これ、お前許されんの？壇上上がってきたけど。これ、ニュースになるやつじゃないか、よく。よくニュースになって暴れてる成人がいました、みたいな。ヤンキー、ヤンキーだ。特攻服着やがって。これ止めなきゃいけない。市長がかわいそうだ。市長！市長！大丈夫ですか？新成人になったヒレオが、僕が助けたよ。ニュースになるかな、これ。これニュースになるといいな。